琴とえこうは、宮崎県の岡市出身で、佐渡が学部屋所属の現役大相撲力士。本名は、柏谷十高。身長177センチメートル、体重135キログラム、血液型は、大型。最高位は、西前頭7枚目。祖父は、元十両の松めぐみさんである。現役時代は、立浪部屋に所属し、引退後は、 宮崎県でちゃんこ料理店を営んでいた。父親は祖父なき後に店を継いでいる。この家系で3人兄弟の末っ子として生まれた。幼少期から柔道に親しんでいたが、同時に相撲も習っており、小学生時代は地元の松江さん相撲道場で相撲経験を積み、6年時にはワンパク相撲全国大会でベスト8の成績を残している。延岡市立。 岡府中学校時代は柔道部に所属し団体戦メンバーとして宮崎県中学校柔道大会での団体優勝に貢献した。当初は延岡学園高校へ柔道の特待生として進学し、卒業後は料理人となることを志していたが、中学3年時に佐渡が学部屋の九州場所宿舎で稽古を見学したことをきっかけに大相撲界への興味が湧き、 入門を決意した。2007年3月場所で佐渡が学部屋から、初土俵。当時の四行名は琴都柏屋で、同期生には、土佐豊伊佐尾新法、丹蔵大将子、千代原氏らがいる。この場所は2連勝で一番出世した。2008年7月場所で3段目に昇進して、その場所は負け越して、序2段に陥落したが、1場所で3段目に復帰すると、 今度は定着。2011年5月技量審査場所で祖父の執行名から一時取ったこと以降に改名すると、2場所を連続勝ち越しで幕下に昇進した。2013年以降は幕下でも安定した成績を残せるようになり、同年中は幕下中位へ昇進。しかし地元九州で行われた同年、11月場所で負け越してしまい、これを屈辱的に感じたため次に、 九州へ帰るまでには重量に昇進することを決意。これがきっかけとなり2014年に入ってからは勝ち越しを続けて幕下上位へ進出。東幕下3枚目だった9月場所で5勝2敗の成績を上げると場所後の番付編成会議で11月場所での新重量昇進が決定した。宮崎県出身の関取誕生は草岳以来32年ぶりとなった。 十両には通算に場所在位したが、2場所とも大敗で幕下落ちとなる。2度目の陥落から5場所目の2016年1月場所からは幕下力士として部屋の大関であること正区の付け人に復帰した。ちなみにこと正区はこの場所で初優勝をしている。同年7月場所で帰り十両となり、この場所は十両で初めて勝ち越した。 続く9月場所では先週落まで十両の優勝争いに絡み、11勝4敗の大勝ちで終えた。11月場所は勝ち越せば、新入幕のチャンスである東十両2枚目の地位で土俵に上がり、10日目には5勝5敗であったが11日目から4連敗し、先週落は勝って6勝9敗としたが、幕内昇進を逃した。二千十七年一月場所は、 初日から3連勝したものの4日目から6連敗。負け越しが濃厚となっていたが14日目まで勝ちっぱなしで勝ち越しを決める。先週楽は負けて8勝7敗で場所を得た。同年10月5日に行われた秋巡業8000大場所では、もう試合いを8番に行った。2017年は勝ち越しと負け越しを交互に繰り返し、年間を通して十両の座を守った。 2018年1月場所は好調で、4日目からの7、連勝もあって12日目を終えた時点で9勝3敗と、優勝争いの単独トップに立ったが、残りを3連敗として、優勝決定戦に進出することはできなかった。翌、3月場所も好調で、14日目を終えた時点で10勝4敗として、秋瀬山、佐田の海と並んで、優勝争いのトップに立ったが、 またも千秋楽に敗れたことで、優勝決定戦には進出できなかった。続く5月場所でも勢いが止まることはなく、14日目を終えた時点で11勝3敗として、大野鶴剣賞と並んで、優勝争いのトップに立ったが、三度千秋楽に敗れたことで、3場所続けて、千秋楽の黒星により優勝決定戦への進出を逃す結果となった。 場所後の6月25日の番付発表において、7月場所での新入幕が決定した。迎えた7月場所は3勝7敗と後がない状況の11日目から、5連敗を喫して3勝12敗の大敗に終わり、幕内の壁に跳ね返された。2019年1月場所で再入幕となるも、7勝8敗で負け越し。翌、 3月場所は番付うによく西前頭15枚目に末置かれたが中日まで6勝2敗と好調であったが9日目から6連敗して14日目の照強戦で負け越しを確定させた。先週楽は7勝7敗と勝ち越しをかける朝の山に右からのすくい投げで勝って7勝8敗と幕内残留に望みをつなげ結果的によく5月場所は 再び番付末置きとなる強運を見せた。その5月場所は十日目に幕打ちで初めての勝ち越しを確定させるなどを好調であったが、勝ち越しが決まった後は失速して11日目から後連敗で場所を終えた。東前頭10枚目と自己最高位を更新した名古屋場所は初日から2連勝としたが3日目から4連敗。しかし7日目の開成戦で相手に、 十分の右四つ、左上手を許して寄り詰められながらも、土俵際でよくこらえ、右からすくって鮮やかな逆転勝利を収めてからは、息を吹き返し、この日から六連勝で一気に勝ち越しを決めた。この場所は九勝六敗で締めくくった。西前頭七枚目と、自己最高位をまたも更新した秋場所は、四勝七敗から三連勝とし、 先週楽に勝ち越しをかけたが、同じく7勝7敗の大栄勝に敗れて、負け越しが決定した。西前頭7枚目と番付を据え置かれた、後頭書、九州場所は、初日から4連敗。5日目、剣勝が出てくるところを叩き込んでようやく、初白星を挙げるも、10日目から5連敗を喫するなど、大きく、負けが込み、5勝10敗と大敗を喫した。2020年初場所は、 西前頭13枚目で2勝1敗で迎えた4日目から、いいところなく12連敗。2勝13敗と大敗を喫し、翌場所は十両へ U ターンすることになった。東十両5枚目で迎えた2020年3月場所では9連勝したこともあり、3敗のこと勝ち峰を追いかける形となった。もし千秋楽に自身が勝ちこと勝ち峰が負ければ、両者の優勝決定戦となる。 しかし先週楽では両者とも勝ったため、12勝3敗の琴勝峰が重量優勝となった。琴とエコは11勝4敗で、また優勝のチャンスを逃した。再入幕の7月場所では10勝5敗で勝ち越した。9月場所は入門以来初となる部屋頭の地位につき、思ってはいなかったけど、何事も積み重ねなのかなとと感想を述べた。得意技は押し、左四つ、より、 軽量から2016年頃までは攻めきれない場面が目立ち土俵際の網打ちでの逆転を図ることも比較的多かったが2017年頃から速攻相撲が徐々に見られるようになった2019年5月場所9日目の土地王山戦では諸差しが得意な土地王山に対して逆に諸差しを狙った2020年3月場所終了時点では重量以下の 取り組みを含めて、網打ちによる白星を7個記録している。2021年5月場所終了現在、ありがとうございます。